アニメでラブコメ見てたんだけど、ふと画面が暗くなった瞬間、モニターにニヤついた俺の顔が映って、マジキメーって思いました。熊田です。このチャンネルでは声優さんのニュース、日常エピソードをご紹介します。今回のニュースはこちら。声優さんの宣伝、SNS その他、説明欄をご覧ください。それではどうぞ。内山幸喜さん、借り物をぶっ壊しそうになって焦った話が面白いんでご紹介します。仕事の合間に待ち時間が90分ほど発生した時のこと。幸喜さん特にやることもなくお腹も空いていない。するとスタジオの人が時間つぶしの道具をいくつか持ってきてくれたそうな。その中に知恵の輪を発見。幸喜さん、一つ目は難なく解けます。スタジオの人に見せに行き、すごいですねと褒められ舞い上がり、いい気になって二つ目に挑戦します。しかしこちらはなかなか難しい。カチャカチャ動かしていたところ、メリ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 と無理に力を入れてしまったせいか動かなくなってしまったとか。元に戻そうと試みますが、どうやら完全に固まってしまったらしい。どうしよう。借り物を壊してしまったことに無人のスタジオで焦り出します。時間が来て先ほどのスタッフがやってきます。幸喜さん、すいませんと正直に謝ったそうな。するとスタッフの女性、貸してみてくださいと言うと、カチャカチャ動かし、ものの 2,3 分で戻してしまったらしい。幸喜さん、すみませんでしたと収録に向かったとか。4月10日夜11時24分から BS 朝日にて、白井雄介さん、時俊一さん、石井貴秀さんによるプライベート覗き見型アウトドアバラエティ声釣りが放送されます。こちら声優界初の釣り番組。そして番組のオープニング曲釣りでも行こうか、エンディング曲ちっぽけな僕らを白井さん、時さん、石井さんの3名による白戸石井が担当することも決定。これらを収録した CD は5月24日に発売されます。声優さんが出演するバラエティが増えるのは我々ファンにとっては非常に嬉しい。ぜひチェックしてみてください。3月5日ステイラックプレゼンツ波川大輔スペシャルライブ激アツ超絶ロックナイトが開催されました。ところで波川さん、ライブ中にマイクが勝手に退場するという摩訶不思議な体験をされています。どうやら日本に1本しかないというかなり高性能なマイクを使っていたらしい。そのマイク高性能すぎるあまり勝手に下手にはけていくそうな。なんでやねん。事件が起こったのは曲の間奏に入った時、気がつくとマイクが目の前から消えています。波川さん必死にマイクを追いかけます。どうやらマイク専用のハケ口があったらしい。とはいえ真っ暗、手で拾い上げようとするも掴むのはコードの束ばかり。感想も終わりに近づき、テンパりまくる波川さん、さすがに諦め仕方なくギター用のマイクまで走って歌ったとか。その後スタッフがマイクを持ってきてくれますが、安心したのもつかの間、予備のマイクだったのか音量設定ができてなく、どれだけ声を出しても自分の声が聞こえません。パニックになりまたギターのマイクへ走ります。その後もう一本別のマイクが届きます。今度こそと思いきややっぱり声が聞こえない。すると観客も聞こえてませんマークを手で作ってくれたとか。波川さん面白すぎです。黒沢智代さん、この頃必死にアプリで囲碁のルールを覚えているそうな。というのも囲碁棋士と結婚された声優照井遥さんと旦那さんから今度囲碁を習うことになっているとか。ちなみに照井さんアマチュア初段を持っています。光の碁にハマっていた世代は囲碁に興味ある人多いのでは。3月7日、加藤エミリさんがこんな切ないツイートをされてます。耳に入ってきてしまったお隣の会話、おそらく名字が変わったのでしょう。いいよ、〇〇で。加藤好きじゃない。加藤の私なめらめ。わかるよ。人それぞれ好きな名字、嫌いな名字はあるけどな。人前で言うなや。よろしく頼む。無限ループって怖いよねっていう話。3月7日石川海人さん、数日前に作ったカレーまだ食べてる。まだなくならない。カレーしか食べてない。美味しいけどもずっと食べてる。全然減らない。数日前に作ったカレーまだ食べてる。まだなくならない。カレーまだだ。どんなに食べても減らないカレーが世の中のどこかにあるらしい。信じるか信じないかはあなた次第。去年の12月3日、長塚拓馬さんがこんなツイートをしていました。なんとなく買ったスポーツくじ当たってた。200円が1400円になった。それから時は流れ、今年3月8日のこと。使い道なかったから、ユニセフに募金しました。どこかのちびっこのご飯やら薬やらになっておくれ。やるじゃないか。募金ってなかなかできるもんじゃないです。使い道ないと言いつつ、他人の幸せを願える長塚拓馬さんは本当に素敵な方だと思います。
3月9日、小山剛さん。災難だね。家の中をぼーっと歩いてたら、なんか踏んだ。ん？犬のうんちついとらん。いや、ある意味ついとる。ペット飼ってる声優さん多いけど、皆さんいろんなところにうんちされてて苦労してます。去年10月には山本のぞみさん、靴の中にうんち。今年2月には芹沢優さん、机の上にうんち。皆さんうんちと聞いて汚いイメージがあるかもしれませんけど、そういう人は一度うんこ感知ドリルをやってみてください。うんちに対する見方が変わります。知らんけど。さて、アベマにて生配信されている声優によるトークバラエティ番組声優と夜遊び2022ですが、いよいよ新シーズンに入ります。それに伴い各曜日 MC も変更になり、中には卒業される方も。ということで、現在の担当曜日と継続卒業をご紹介します。月曜担当、安本博樹さん、岡本信彦さん、どちらも継続です。火曜担当、高橋千明さん、卒業。上坂すみれさん、継続です。水曜担当、森久保祥太郎さん、継続。蒼井翔太さん、卒業です。木曜担当、並川大輔さん、継続。細谷義正さん、卒業です。金曜担当、関智一さん、中村修吾さん、どちらも継続です。コネクト、金田智子さん、石川海人さん、どちらも継続です。ウォーカーズ、下野博さん、継続。内田真彩さん、卒業です。どの曜日もすごく面白かったし、普段なかなか見られない声優さん同士の掛け合いが拝めるのは声優ファンとして幸せでした。個人的には木曜の並川大輔さん、細谷義正さんの応酬というか、息合わないとか言いつつ実は仲良さそうな関係性が大好きでした。新しい MC の発表が楽しみです。3月9日、石川由依さん、駅のホームでとんでもないものに遭遇します。渋谷駅の銀座線を見るとエレンを思い出すのは私がミカサだからかな。それがこちら。ああ、なるほどね。周尾の巨人というのがこれなんですけど、確かに天井付近の作りが巨人の肋骨に見えなくもない。渋谷駅の銀座線、次に利用される方はぜひ見上げてみてください。3月9日、山寺宏一さんがツイッターで、国民栄誉賞決定の国枝選手について熱く語るスポーツ大好き野沢雅子さんとして、その様子を動画にて投稿。動画内での野沢さんを再現するとこんな感じ。カー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 パッパーンですよ。こうですよ。本当にぐるっと回しといて、回ったかなと思うとピャーンだもん。やるじゃない。説明する時のジェスチャーが半端ない。御年86の動きじゃないって。国枝慎吾さんは1月に現役引退を表明した元プロ車椅子テニスプレイヤーです。するとまさかのご本人が反応。嬉しすぎて海洋圏100倍ツイートありがとうございますビルス様と、こちらも熱く反応。ビルスはドラゴンボードに登場するキャラで、 CV は山寺宏一さん。すると山寺さん、まさかご本人からありがとうございます、感動です、まこさんに伝えます、というデーベテラン同士の微笑ましい会話でした。2002年10月に放送開始した文化放送ラジオ番組コムチャットカウントダウンですが、3月25日の放送をもって終了することが3月11日の放送会で発表されました。約20年の歴史に幕を下ろすことになります。桜井貴博さんがパーソナリティを務める音楽番組として2002年10月より放送開始。リスナーからのリクエストをもとに、コムチャミュージックと呼ばれるアニメ、ゲーム、声優、特撮関連楽曲のみのアンケートを行い、集計されたデータをもとに曲を発表し放送するカウントダウン番組。アシスタントは1代目上田香奈さん、2代目小清水亜美さん、3代目井口由香さん、4代目白石遥さん。2022年12月に桜井さんがパーソナリティを降板して以降は、4代目アシスタントの白石遥さんがパーソナリティを担当してきました。長寿番組でもあったことから、長年のリスナーにとってこの発表は衝撃だったかと思います。さて、土曜の夜が寂しくなっちゃうなと思ったそこのあなた、安心してください。なんとコムチャットカウントダウンの番組の放送が決定しています。やったということで、4月1日より安本博樹さん、白石遥さんがパーソナリティを務める新番組 A&G メディアステーションファンモアチューンの放送がスタートします。こちらの番組もぜひ応援していきましょう。3月11日、その年に最も印象に残る声優や作品を表彰する第17回声優アワード授賞式が開催されましたのでご紹介します。主演声優賞、安西千佳さん、江口拓也さん、谷崎敦美さん。助演声優賞、池田秀一さん、沖合良太郎さん、谷崎敦美さん。新人声優賞、梅田秀一郎さん、菅田ひなさん、永瀬杏奈さん、日向みなみさん、和歌山紫苑さん。歌唱賞、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会功労賞、秋元千佳子さん、屋良優作さん。
富山啓翔、諏訪部純一さん、高橋和江賞、川村麻里亜さん、外国映画ドラマ賞、貫地谷しほりさん、森川俊之さん、 MVS 江口拓也さん、シナジー賞、呪術廻戦、インフルエンサー賞、花江夏樹さん、キッズファミリー賞、大谷育恵さん、松本理香さん、特別賞、役ならマグカップも以上になります。今回からは多様性の尊重、ジェンダーフリーに鑑み、主演・助演・新人3部門の男女別をなくし、主演声優賞・助演声優賞・新人声優賞という名称になりました。皆さん大ヒットした作品に関わられた方で、メディアへの出演も多かったことから、まさに納得のいく結果だと思います。バンダイスピリッツホビー事業部のツイッター公式が3月11日発売するフィギュアライズスタンダードアンプリファイドブルーアイズホワイトドラゴンを紹介。すると津田健次郎さん、やはりというかこのお方が反応しないはずがない、ブルーアイズホワイトドラゴンと雄たけびを上げていました。冷静になれ。こちらプラモデルのように組み立てていくのですが、まあ千年パズルよりは簡単なはずなんで、ぜひ挑戦してみてください。こりゃ3体揃えて融合しないとな。何これ